ここはどこでしょう。どこ、ここ、ここは琵琶湖です。え、琵琶湖、琵琶湖に来てしまったと。なんでかわかりますか。そうです、釣り狂いが2周年になりました。早いね、うん、それで、うん、まあ、2周年記念ということでバス釣りの聖地である琵琶湖に遠征に来たわけですね。めっちゃ綺麗、ね、思った。じゃあこれから、はい、私たちの4泊5日4泊5日が始まりますので琵琶湖遠征編スタート。さて始まりました琵琶湖スペシャル。わー、わー、今回4泊5日で行くわけやけど釣れるかな。まあでも4泊5日もあるけど。そうよ、あるとよ、ちょっと余裕かもしれないね。いやでも琵琶湖今難しいなんか難しい、なんか気温がぐんって下がってなんか難しいみたいなのはちょっとちらっと聞いたけど、でも釣り狂いも、もう2周年、3周年目に入るよ。ちょっと待って、うっすー、なんだ、全然喜んでくれてないやん。男女の友情ぐらい欲しかったの今。今のはよくない。今回も遠征ってことで、うん、こちらの本を用意しております。どうぞ。やっぱかすみでもねこの本にはお世話になったけどさ、また買ったわけよ私。すごい、しかもやっぱ何個とも。そう、分かれとん、びっくりした、私もぐらいでも広いってこと。そうそうそう、一冊じゃ足りません、足りません。広辞苑ぐらいになるけどさ。これを頼るね。そう、これにかかっとんみたいなもん。いや、マジこれにかかったよ、本当に。うん、おかっぷり、私も琵琶湖でやるの初めてやけんね。そうよね、ボートは、そう、しよったもんね。そうそう、去年初めて行って、ね、私はまず琵琶湖で釣りが初めて。あ、マジ？うん、いろいろ不安やけどね、うん、まあ、もうチャレンジ精神よ。しかもさ、うん、私らめっちゃ今日張り切っとうやん。張り切っとう。ロッコの数やばない。確かに。多分女二人とは思われんと思う。思われん、これ絶対思われん。女二人の車内じゃないもん。めっちゃ雨降っとうわ。高い高い高い。雨がどうしたよね、この雨がね、ちょいちょいね、パーキングとかにも寄りながらね行きましょうかね。緩すぎてたどり着かない。思った。予定は8時間ぐらい。そうよ、4時間ぐらい。せっかくの景色なのに雨です。やばくない？絶対これさ、めっちゃ映えスポットやったのに。晴れやったね、そう、綺麗やのにね。バリバリ雨降っとうけん。うわ、絶対いい眺めやん、こんなん。え、バリバリとよ今ね、うん、もう下関まで来てしまったんやけど、私一個やりたいことあったんよ。なんなん？やっぱね、こう走行距離をね、こう、ああ映すっていう。確かに、こんな走ることないもんね。今ね、55986キロやね。今？うん。じゃあこれ、帰ってきた時に何キロになっているかっていう。お楽しみに！着いたみたいな。第一ポイントにつきました。奥琵琶湖。うん、けどやっぱさすが琵琶湖よ、ね、やばいね。
この人の多さよ。見た目海釣りやん。いや、やばいよ。感覚がもうだっておかしいね。え、缶釣りやんこれ、うん、これ無理やね、ちょっとさすがに。さすがにまあ何個かねポイント、うん、昨日いろいろ考えたけ、ね、いろいろちょっと巡ってみよう、うん、これも運、そうよし、レッツゴー、レッツゴー。ポイントついた。雨降り出してきたね。まあ今日はさ、うん、私らさ琵琶湖に来るっていうことであるものを用意したね。一番そう今回やりたかった。私もダーン、ビダーゼリー。初めてこのねこれやりたいと思います、ね、うわ楽しみね。ちょっと早速費用や遠征って感じするよね。する。普段と違う釣りしてたら、うん、これで私たち魚屋さんでも働ける ね。よいしょー、うわーって。マグロ1000万円はい、どうぞ。パン、どう、いいねえ。よっしゃ、これで入ってくぜ。いいよ。釣りのなんかウェアってなんかもうちょっとおしゃれになればいいのにとかめっちゃ思うけどね、うん、降り立った、降り立ったぞ。広い。これが琵琶湖。いやもう見た感じ海ないね。ねえ、すごい。なんかいいね。いや、やばい。ウェイダーのさ浮力高くない？靴の浮力。靴浮力高くない？浮いてくるんやけど、ポヨンって。一個言っていい？行き帰りに一回こけると思う。私これ割れてるやん。なんか意外と手やっぱフェルトの方が良かったやないの。そう、なんかこれあるよね、フェルトとゴムがあったけど、そういわばフェルト推しやったよね。で砂地は、ちょっと岩が気をつけて。琵琶湖初おかっぱり山線香のシンカーから投げるわ。山健康。うわすげえ入るやん。うわ勇者じゃん。え、てかこれでさ仮にさ60かかるやん、うん、フッキングするやん。危ないよ、もうちょっとで浸かるけんね。それどういうこと。後ろのそれ浸かるよ。あ、これ？うん。ボンっていく。ボンっていくよ、ポンって。さっきライジャケここダメやんって言ったの？うん？そうそう、ライジャケそこ浸かるねって。確かに。スピナベ。スピナベ？うん。いつもの安定剤、スピナベ投げていく。ライジャケがてか邪魔やな。ねえ。やっぱ首やった。わがわが身を、うん、何やったっけ、初めてライジャケ発動した。こことあれやん、ウキウキ、なんだっけ、なんだっけあれ、ウェイダーじゃなくてえ、もう私今日これでせないけんやん。今日これでちょっとしか使らんかったくないの。ちょっと使った。そうちょっと使ったなって思ったんや。逆に安全確認できた。でも私これ泳いでいけるやんか。いつかな、いつか、いつかなキャンプで。いや待って、早く釣りしろって思った。早く全然釣りせんよ私ら。本当よ。なんかさ上から見たらさ、うん、え風そうでもないねみたいなね言ったけどさ、え結構自分が中に入ったらさこの波結構強いんよ。ねえ、めっちゃ流されるもんだって。この広い大地にどこにバスがおるんやろ。ねえ、なんか釣れるんかなって気がしてくる。こんな広かったら、ね、おるみたいな。おるってなるよね。うわどうなんやろうね。でもここをさ地形的に下に石がゴロゴロぐらいやん。うんうん。だけどそんなでかいさ、うん、ストラクチャーはないよね。ねえ。どうなんかな。うわ、しかも私たちに優しい砂浜やん。キャロ娘、フリ娘え、マジ歩きやすいんやけど、砂浜、やっぱ砂浜よ。我々もうロックエリアなしね。うわ、めっちゃウィード、ウィード来た、ウィード来た。
びっくり。歩きやす。着圧来た着圧。寒い寒い。え、なんか寒くない？寒い。いや、てか天候が荒れてきたけど、ね、寒くなってきたんよね。あ、キャロ娘の一等目キャロ。いやマジ私キャロできんたよ本当に本当に。いや女の人がキャロぶん投げるの好き結構。マジ？さあ記念すべき一等目。え、これむずっ。福岡くらいまで飛ばせるやろ。ちょっと待って、私のフリーリーグとか飛んどった多分。下手くそ。待って、むずい。全然キャロの意味がない。キャロの意味、キャロの意味ない。寒くね、マジ。ちょ、寒い寒い、クソ寒いんやけど。またあれやん、声が風を引きました。風ビビワコ遠征によりアフレコになるやろ。なるやつ。途中からキャロどう？え、キャロ、あ、まあキャロ全然せんけん、なんかあんまわからん。確かに正直あんまわからん。キャロね、難しいよね。え、むずい。めっちゃウィードあるわね。めっちゃウィードあるんや。そう、もう飛ばせ。え、多分竿とさ、多分シンカーの重りを乗せて。そんな理論は分かっとるんや。私だって。え、ドラグじゃなくて？いや、そっちが飛ぶんよ。飛ぶんやけど、なんか飛ばしきらんの。え、そこまで言うならじゃあ投げてみてよ。ちょっと投げてみたい。これ投げてみてよ。じゃあそこまで言うんやったらさ。いや本当に多分重さとかね、リールはめっちゃいいんよ。おお、こっちね。うん、行きます。いや、おお、どう？おお、まあ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 ね。ちょっと待って、もう一回したらもうちょっと飛びそう。まあまあまあね。まあまあ、まあ、私よりは飛んだかもしれんけど。いや、窓かってある、飛んだけど。まあまあ、キャロ飛ばせる人が全てじゃないし。確かに。本のバッグって防水？いや、防水ではないけど。なんかさ、釣りのバッグってさ、防水やったらよくない？いや、今ね、私も思ったんや。やろ？これ、防水バッグ欲しいわって思った。なんでさ、釣りのバッグって防水じゃないん？おかしくない？寒かったんでね、お昼はうどん。どどん。今まではなんかめっちゃ最北端みたいなとこ行ったやん。行ってきた。もう琵琶湖の一番上みたいなとこをさ、北海道の周りおったやん。まあちょっと下ろっかなみたいな。行きます。琵琶湖1日目が終わりました。お疲れさんです。お疲れさんです。釣れませんでした。おかしいね。小バスぐらいは釣れるかなって思ったんやけどね。思ったけどな。まあそんなに甘くないっていうことで、バス釣りも人生もね。まあただ楽しかったね。いや楽しかった。普段とはね、違う釣り感じで面白かった。1日経つのマジ早かったし、まだ3日あるけん、まあまあまあ1日目なんてね、まあちょっと下見琵琶湖の女になれたね。まあまあまあ、うん、なれた。明日からよ。そう、頑張ろう本番はね。ね、よし、あと3日か、頑張るぜ。なー